話し方向上委員会です。今日のテーマは、電話対応の苦手、克服電話の練習方法をお届けします。さあ、あなたはいかがでしょうか電話対応得意でしょうか苦手でしょうか 最近あんまりね、こう電話をかけるとかして、あんまりなくなったかもしれないですけど、会社にいるとね、電話をかけたりか,かかってきたりなんていうものはあって、無視するわけにもいかないですよね。その電話対応っていうのはまだ絶対会社では発生してると思うんです。あ電話な嫌だなっていう方もいれば、まあ嫌ってほどじゃないけどちょっと億劫だなっていう方もいれば、まあいろんな方いらっしゃると思うんですよね。特に電話をかける機会が減れば減るほど、実施する機会が減るっていうことはですね、慣れなくなってくるってことですから、反比例して苦手な人も増えてくるんじゃないかなと思うんです。何を 私もですね、電話対応はすごく苦手だったんです。けれども、20代の時は、営業職でテレアポって言ってですね、電話をガンガンかけなきゃいけなかったので、まあ、1日100件くらい電話かけてました。苦手だけど電話をかけてました。受信もめちゃめちゃするんですよ。受信はね、もう同時通話で3通話くらい取ったりしてたんです。え、先生、お待ちくださいって言いながら、こっちの電話を取りながら、あ、その件で、少々お待ちくださいって言いながら、こっちで取ってですね、あ、わかりました。では折り返します。なんて言いつ,つ、こうやって同時で3話受けなきゃいけないみたいな、そういうすごい電話が鳴ってくる会社でですね、苦手だけど発信したり受けたりすると、 ものすごい数やってきたわけですね。当スクールにも100人ぐらい講師の方いらっしゃいますが、やっぱりね、ほとんどの講師の方は電話苦手な方多いと思います。けれども、そういったまあコミュニケーションとか学んだり、会話とか練習をしたり、トレーニングをしながら、こうすればいいのかっていうのが分かって、今講師になり、そういった電話の研修もさせていただいたりっていうのは頻繁に起こってる。だからですね、苦手と言っても、克服の仕方ありますよということ。そして、練習方法もバッチリありますから、えぜひチャレンジして、 テーマなんです。今日はですね、どうやって電話対応を克服するかという話。もう一つは、いかに電話で好印象を与えるかと、この二つの立て付けでお届けいたします。ぜひ、電話対応のね、えー、苦手なんですとかね、こんな風にして克服しましたとか、こんな風にしてますみたいなのがあれば、ぜひコメント欄に共有いただけると嬉しいです。また今日の内容が少しでもためになればですね、グッドボタンを押していただけると励みになります。チャンネル登録もよろしくお願いします。 さあ今日電話対応苦手っていうところですけども少しだけですねなんで苦手なんだろうねっていうことを触れてからえ具体策に入っていきたいと思うんですなぜ苦手かと電話っていうと2つありますよねまずかけるそして2つ目受ける発信と受信って言いますけれども皆さんどうですかどっちが苦手ですかこれもいろんな方お話聞くとまあどっちも苦手っていうことはもちろんいるんですがかけるよりも受ける方が苦手っていう方の方が多いんですこれなぜかといえばかけるっていうのは 自分が誰に何の要件で書けるかって認識した状態で電話しますよね。田中正二の鈴木さんに何々の件に電話をするって分かってて電話をかけますから、なんとなくイメージはできますよね。そこに向けて電話してるのにね、あの上の動物園がいきなり出てくるわけじゃん。それでびっくりしますけど、実態が分かってるから、まだいいと。問題はですね、受ける方なんです。これは実態が分からないんです。誰から何の要件で何を今から言ってこうとしているのかって会社電話を受けた時って分からないですよね。投資なんかできないわけですから。だから実はですね、見えない ものとか実態がわからないものとか不安なものっていうのはマネジメントできないから怖いんです対応っていうのはどっちかっていうとほとんどの方が電話を受ける時のことを言ってるわけですよねその通りだと思いますよ真っ暗闇目つむって全速力で走れたってそこ怖くて走れないですよ2,3歩すらいけないと思いますよなぜかっていうと見えないからですよねけれどもこれ目開けてバッテリー光が通ったら 100m だって全速で走れるわけでだから見えないものを見えるようにするっていうのが不安を克服する時のま原則ってことです じゃあ電話対応の話を戻しますけれども、どうやって実態を明らかにするかって話になりますよね。こんな風に具体的に対応してみていただきたい。一つは誰からの電話で、二つ目は何の要件で、三つ目は誰につないでほしいのか。 つないでほしいっていうのはないパターンもあるかもしれませんけれども、まあ大体基本的には誰から電話かかってきて何の要件で誰につないでほしいのかっていうのをこう実態を明らかにすると。電話かかってきたこの電話はですね、玉ねぎの皮を剥いていくかのように明らかにしていきましょうってことなんです。これが明確になってくるとだんだんと不安が解消されていきますよとこの電話落ち着いてくるってことなんです。え、キリュさんバカにしてんですかと。電話対応で誰からで何を言ってて誰につないで、そんな当たり前じゃないのと。 基本でしょうかと思われる方もいると思うんですけど、もうおっしゃる通りのそのぐらいは普通誰でもやるんです。けれども、いかがですか電話かかってきた時に、名乗るぐらいはまあ自分の名前名乗るでしょうけれども、何を言ってるかわかんない時ってありません電話の内容を相手の方は私に把握をしてほしいのか。 それとも、なんかこのいろいろ何故や,こやあったこの気持ちを理解してほしいのか、それとも解決をしてほしいのか、何を言ってるのかなって分かんない時ってありませんこんな時も不安になるわけですよ。結論は一緒で、何を話してるかっていうことも、これも実態を明らかにしていかないと、電話対応っていうのはずっと苦手のまま、だって不安だから何を言ってるか分からない。実態が分からないものは不安になるってことですから、やっぱりそこを明確にしていく必要がある。じゃどうやって明確にすればいいのこれ簡単な方法があります。 それは繰り返すっていうこと。何々の件をキャンセルということですね。相手が言ってくると繰り返す。何々に変更ということですね。こう繰り返す。わかりましたと。何々が追加できるかということですね。わかりました。 で、いいにこれ復唱して、相手が言うってることを繰り返して、まあ復唱と言いますけれども、実態を明らかにして、確認をさせていただきますということを、落ち着いてしっかりやれるかどうかっていうことがポイントなんです。電話をね、受ける時点でやっぱ緊張される方って、ああっとか、えっ、ー、とあか、わかりました、あああとあ,あ,あ、折り返しますってなって、折り返そうと思ったら、何を折り返すんだったっけなとかね、じっくり聞いてなかったなってなるわけです。これは相手にとってもすごく印象が悪いんです。相手だって同じなんですよ。見えない人に電話してるんだから、見えないものはマネジメントできない理論で、相手だって 不安なわけです今みたいに実態を明らかにしていただけると、あ、この方はちゃんと理解をしてくれてる把握をしてくれる、なんとか今解決しよう、努力しようとしてくれてるんだなっての相手からも実態が分かると、そっちの方が好印象になるわけですよね。電話してんだけど、もう全然対応がなってないとかね。全然話聞かない。はい、分かりました。はい、ガチャ、おいみたいな。もう絶対嫌われますよね。だから、繰り返す、復唱するって、まあ、当たり前のように見えて、落ち着いて冷静にやれるかどうかっていうのはものすごいポイントだし、これが相手にとっても好印象を与えるってこと。そして自分の不安 も解消になるっていうことなんですいや桐生さん繰り返しぐらいやってますよとまあそうなんですけれどもこれがまたクレームとかになってくると話別なんですよ どうしてくれんだみたいなね。こうやってプレッシャーかかるときなんかもっと電話嫌になりますよね。出なきゃよかったみたいなね。でも出なきゃいけないと。そんなときこそ、やっぱり、あ、そうか、落ち着いて繰り返すだったってこと。これ緊張して、クレームなんていうとこ、わーって取っちゃうとね、返金しろなんて、はい、わかりましたみたいな。ダメだ返金だけじゃダメだと。心身的にストレスも抱えてるから、もう、この気持ちもなんか、なんか保証しろみたいな。あ、わかりましたちょっと確認して電話しますとガチャッと切った後に、心の保証ってなんだみたいなね。<laughs> もう一回電話するみたいな。お前話聞いてたのかって怒られそうですから。そういうときも、クレームとか何かあったとき も丁寧にゆっくりリラックスしてそうそうそう確認すると安心するんだなということを思い出してあ何々の件ですねあ申し訳ございませんでしたあーなるほどそういうことですねあこれこれをこういうことにできないのかっていうことですねわかりましたもう少し具体的にお聞きしてもよろしいですかなんて言いつつこう確認をどん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 して実態を明らかにしていくと霧がかかったもやを出とこう晴れていくようなイメージですよねこれを落ち着いて冷静にやっていくとだんだんと電話対応に慣れていきますよっていうことです 繰り返しになりますけれども、電話を受ける方も不安ですが、相手も不安なんです。だからお互いにピースを合わせていきましょう。と、実態を確認していきましょうっていうお話でした。そしてお互いに言ってることを明確にしながら安心を手に入れていくということでした。 とはいえっていうこともあると思うんです。やっぱり緊張してる時とかね、プレッシャーがかかる時って、特にクレームなんかはそうですよね。こうドキッとしたりとか、ああああってこう呼吸が浅くなったりするっていうのもあると思うので、我々のスクールではよくこの緊張改善セミナーってすごくたくさんやってるんです。リラックスしてお話ができるようになるとか、もっと言電話対応だけじゃなくて人前で落ち着いて話せるようになるとか、人前で話すのが楽になるっていうね、あがり症改善セミナーもたくさんやってますので、ぜひ概要欄チェックしてみてください。今全国ですと大体月に150本ぐらいいろんなセミナーやってますので、 確認いただけると嬉しいですそれではまた次のテーマでお会いしましょうでは